はい、お疲れ様でございました。横浜桑田のから帰ってきましたという動画を撮ってるのですが、はい、そうじゃないんですよ。嘘でしょ。ちょっと待って、エンディングだけだと思って髪も巻いてないし、マジで言ってんの？横浜桑田の日に、うん、ちょっととんでもないことが起こってたんでね。え、何？嘘でしょ。行きましょうか。マジで？怖っ。いいですか？緊急速報なので。わかりました。はい。はい。じゃあ、お願いします。緊急速報。はい。行ってみたいと思います。それでは、レッツーゴー。やらされた。やるよー。はい、どうも。すごいね、本当に。全然わかんないもん。はい、どうも。いや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 、届いたんでございますよ。マジで？はい。どういうこと？何？いやーちょっとね、まあただ、うん、いちいち遅れてしまったね。はあ。うん。本当に横浜桑田の日ですわ。あ、そうなんだ。はい。届いておりまして。はい。でも帰ってきた次の日、うん、私取りに行ってまいりました。あ、そういうことね。そういうことでございます。そう、あの売り上げの中からね、ちょっとお金をね持ってきましたわ。握りしめてね、うん、あのちょっと習い事に行ってる隙にね。そうなんだよ。そう、ピアノにね送って行ったらもういなかったから。もういなかったでしょ。そう、あの売り上げの封筒からもちょっとね、お金も消えてると思うので。今日合わせたのにお金。やるな、やったな。そう、そしてこれも明日取って出しで出しますので。忙しいね。はい、そうでございますよ。マジ何やったんだ。いやー、めっちゃ気になる。全然気づかんかった。今回はね、うん、いいよ。まあいいわ。ちょっとね、ありがとうございます。いやマジか、ほんと。もうね、うん、もう今大人気の虫ですわ。見る。見て産卵セットも食わなきゃいけないんでね。そう。え、ワイルドってこと？そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょじゃない。え、そりゃそうでしょ。だって取りに行ってきて来ましたって言ったんだから。あ、来ましたって、そういうこと。海外からやってきましたみたいな。そう、横浜桑田の日に来日ですよ。うわ、こう合わせてやられたな。マジか。見たいか。見たい。もういいよ、見して。じゃあちょっと見せましょうかね。はい、お願いします。うん、え、もうそこにいるの？ここにいますよ。はい、持ってきたんで、今さっき、今しがた。ほんと？はい。あ、こりゃええわ。これさっきツイートで見た。見ました？ツイートで見た。いいなって思ったもん。うん、見ましたか。これがメスですね、とりあえず。いいねー、足の色もほら、いいよ。いいよ。いや、いい色してるな。メスでいいね。うん、メスでいいわ。メスですでにいい。うん、今回はね、ペアなんでね、ちゃんと。うわ、かっこいい。やっば、やっば。テンション上がる。めちゃかっこいいやん、これ。わっ！うわっ！来ました。このスタイルよ。え、この色。トップモデルだね。本当にかっこいい。あの、もう、色も、顎も、うん、あの、体のバランスも、めちゃくちゃかっこいい。
うん、美しいですね。このお名前は、これはですね、はい、ウムハンギノコギリですね。存じ上げておりました。さっきツイート見ていいねしたところ、あ、どうですかこいつ。かっこいいわ。ちょっと私値段も気になっちゃうな。いやね、うん、ワイルドですからね。そうだよね、うん、値段もワイルドということで。マジか、ワイルドか。そう、教えてくれないの。え、それはもう墓場まで持ってきますよ今回は。ってことは結構行ったか。ああ、けどもうあの封筒見ればわかるか。確かに封筒見たらわかりそうや。封筒見ればわかるかもしれない。いやでもかっこいいわ。そう、こうやってね、欲しいね。あの皆さんがこう買っていただいたお金をこういうね、うん、あのチャンネルのね、うん、運営費という形で。しっかり使っていきますのでね、皆さん任せてください。そうだね。確かにうちのチャンネルではなかなか見られないあの生態を結構見せていきたいとは思ってるんで。そうですね、うん、ワイルドの子とか情報、うん、それは分かる。びっくりしたよ。いいでしょ。いや、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、うん、そう、うん、めっちゃかっこいいよ。全く後悔はしておりません。うん、確かにね。これは私もいい。いいでしょ。うん、いい、うん、うん、めっちゃいい。まあね、ワイルドなんでね、うん、ちょっとサウナセット組んでいくわけですよ。ああ、そうだね、うん、なんていうかね。じゃあ行きましょうか。はい、オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。はい、じゃあね、はい、始めていきましょう。はい、まず用意するものですけど、はい、こちら、まあ、下に敷くマットですね。はい、マットと、うん、散乱剤、うん、これは、うん、もう本当に柔らかいやつですね。うん、二股とかに使うような。そうそう、二股に使うような、うんうん、これノコギリですけど、うん、座弓なんで、うん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 、あの二股と同じ感じ。うん、じゃあ、普通のやつでいける。そう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 。なるほどなるほど。うん。なんでね、はい、まずは、うん、この散乱剤をね、うん、やっていきましょうか。はい。もう加水してあるので。剤を加水した状態ってことね。うん、加水はね、あんまりしなくてもいいぐらい。ああ、なんかちょこんと、あの、うん、ちょこっと。もうほんと、二股と一緒な感じなんだ。そう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 。これ、こうすればいいか。うん。なじませるみたいな。なじませよ。そう、本当にね、あの乾燥気味でいいので、うん、このアフリカのノコギリは。あ、アフリカなんだね。そうなんですよ。アフリカ瓶。うん。これ皆さんも材やるとき、こうやってあのなじませるとき、うん、あの木のこれが刺さるといけないんで、そこちょっと気をつけた方がいいかもしれない。うん、ちょっとチクってなったから自分が。自分がなった。そうそうそう。だから、うん、あのね、お子さんとかと手がもっと柔らかいからさ。うん、痛いといかんで気をつけてね。はい、はい、3つやればいいですか。3つやってください。はい、ドキドキさせてよ。全然映してくれない。カットする感じやん、それ。カットするから映すまでもないみたいな。ささっとやっていきましょうか。OK ですかね。 OK です。じゃあ今回今回は比較的乾燥してもいいんで、あのクリアスライダーじゃなくて、うん、小林シャッターの方にします。うん、うん、で、もうそこにこれを。そうだね、これは何でもいいってことだよね。うん、難しく考えなくていいよ。なるほどね、うん、あんまりね、いろいろね考えすぎてもね。そう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 。一個横で縦二つで、1個横で縦2つ、やばい、パズル、1個横で縦2つ、あ、こういうことね。あ、そう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 、なるほどなるほど、できたできた。うん、うん、うん、こんな感じで、はい、行きましょう。で、ゼリーを、ゼリーを投入して、うん、はい、いいですか。はい、行きます。
ずは餌を食べるかなと。あ、食べてる食べてる。あ、これうまい。食欲を感じた ね。あれ、でも潜る。もう下側から産むかもしれんね。ね。うん、マット側っていうかな。木の裏側に。お、いい感じじゃないですか。いいかもいいかも。ね。うん。餌もそこそこにって感じ。うん、ほんとなんかちょっと舐めただけ。すごい大暴れですね。うん。もう見えなくなってしまったので。ヨネちゃん TV。 はい、はい、こんな感じでね、はい、勝手に増収シリーズですございましたね。ほんとびっくりするやられたわもう一回お酢見とく。お酢かっこいいから、うん、なんでプリンカップ戻っちゃったかというとね、うん、さっき飛んでったんですよ。無はぎ飛翔いいなあ。けどちょっとこの顎のあたりがさ、うん、戦った跡があるわ。ここでしょう、うん、思った。戦った跡なのかなこれ。なんかそうだろうよ、ね、ワイルドですから、うん、ワイルドの男はね、うん、傷があるんですよ。傷が絶えない。傷は勲章、うん、案外綺麗だね。うん、この辺は綺麗。ここだけだね、うん、いやでも綺麗ですわね。ようこそ、うん、アフリカより我が家へ。全然受け入れたね、かっこいいわ。うん、あ、飛びそう、うん、飛んだ、うん、ワイルドが飛んでおるぞ。捕まって。ここに捕まって。やめて。やめて。うわー。うわー。ここだよ。よかった。疲れ。お疲れ様です。ちょっとここにね。ゼリーあげようかな。ゼリーあげな。ここにあげよう、ゼリー。はい、どうぞ。はい、あー、びっくりしたね。じゃあ、めっちゃ長かったわ。飛ぶまでも長いし、飛んでからも長かった、うん、まあまあまあ、だいぶカットされてるとは思いますけどね。はい、はい、じゃあ今日こんな感じで、はい、おしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンをクリックで、ヨネちゃんファミリーへようこそ。Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。長いよチャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね